はい、こちらスターボック監督と申します。ウィニングレブン2020マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。はい、昨日の週刊 FP ガチャで新しい選手たちが加わって、新しいスカッド、そしてね、まあ、このペイペイ、コレア、レバー、この3人ね、早く使うのが楽しみで楽しみで仕方がありません。はい、前言った通りここね、まあ、あのペイペイにはセンターミッドフィルダーの適性をつけました。で、まあ、ちょこっとねこのファビーニョも、レベルを上げて、で、まあ、コレアはちょっとどうなのかってところがありますけれどもね、まあ、頑張ってやって使っていきたいと思います。はい、まあ、レバーとか使うのすっごい楽しみですよね。ということでいきましょう。ペイ対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手の方のレートからね、まずは見ていきたいと思います。相手のレート813の方ですね。勝率 51.2% と結構高いです。で、結構なんかいろいろ書いてますね。なんかほとんど読めないんですけれども、好きな選手は誰も知らないな、あれ。My hair is bad。 私の髪は悪いみたいな感じかな。新潟県、上越市かなから来ました。 My hair is bad 始めます。うん、ちょっとよくわかんないですけどね、頑張ってやっていきましょう。あ、うち見てないわ、ごめんなさい。うちの方のレートも、見ていきましょう。忘れた。レートの方が763、そして 48.3% の勝率。まあ結構、どうやろうな、まあ800に全然戻れないですね、とにかく。ということで、ファビーニョ使おうか。せっかくレベル上げたしな。で、レバー絶好調が良かったな、この試合な。これ、ダンバッペ使った方がいいんちゃうんっていうような感じやけど。いやー、レバー、まあ、まあ、コレアは後で使おうか。で、パイエも使いたいな。パイエ使おうか。あ、間違えた。ペイペイやった。忘れてた。ペイペイ。ペイペイ使っていこう。ね。で、ここ、ブリントでもいいかな。相手、クロップやから。そうやね。こうしよう。ちょっと今日はこれでね、試してみましょう。あとは、どうしようかな。まだムバッペは使いたくてたまらんねんけど。まあ、とりあえず、ペイペイと、いや、ムバッペでいくわ。ちょっとレバーお預けや。うん、だって能力マップの方が強いもん。行きましょう。それではね、やっていきたいと思います。結構バイエルンのスタジアムかっこいいな。 My hair is bad vs ボッカンとかゲームチャンネルアウェイです。アリアンスアレナってチーム忘れてしまった。はい、あっちのじゃあスタジアムね、アリアンスアレナやったっけ。結構ええとこまで行き進まれる。おお、いけいけいけ、おお、いけいけ、やばいなこれ。うわっ、危ね、危ないどころちゃうの、絶対入ってるやんけ、あれ。いやー、なんか左をね、自由にさせすぎたのが悪かったな。いやー、いきなり先制点取れる、悪い展開やな。まあいいや、行こう。まずは、ファビーニョ、キャプテンマーク巻いてない？いい反応でしたね。いいや、ナイス判定。ナイス判定やけど。ああいう、なんか判定ができる選手、なんか限られてるみたいなこと書いてあった。限られてるというか、なんかのスキルをついてるやつが、あ、危ね、危ね、何やったかな、何のスキルやったっけあれ。聞いてんけど忘れてもたわ。ちょっとこうしっかりパビナイス。ペイ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 、いこいこ、はいはいはい。ちょっとこの瓶から歌うのはよくないな。オッケーオッケーオッケー、戻る力の、おい、戻あがんな、ちょっと待て。について今日は警戒しなければなりませんね。オーケーオーケーオーケー、ペイ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 、あかん、ちょっと遠いわペイペイ。よし、アーノルド来た、止める、戻り血だね。なんかポジション取りみんな悪くね、どうなってんの。おい、やばい、クロスが上がってる、やめろ。よし、ナイスナイス、クリアと言いたいところやけど、そこはしっかり見てクリアしてほしかった。よし、ナイスペイペイ、さすが、いくぞ。オッケー、お、何それ、ファミン、パスが。オッケー、ナイスファンダイク。バビーニョ。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、いいよ。組み立てながら攻め上がっていく。ペイ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 。ちょっと。新潟、今のようなインターセプトが非常に得意ですね。しっかり読めてますよね。背番号があんまり良くないな。おい、やべ。と見せかけて、あいよし。よし。おい、パス精度はそんなに悪くないんだよな、ペイペイは。ええはずや。っていうかいいはずです。OK よ。おい、なんだそのパスは。モドリッチ。おい、ナイス。うわ。やばい感じや。よし、ナイス。OK、OK、OK。よし。いいよ。さあ、ここでカウンター。
メッシからムバッペ。いい感じ？いい感じじゃない？これ。いい感じじゃない？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 いい感じ！ナイス！欲しい。長いボール縦へ。カゼミロ。いや、下せんな、今のは。ファビに戻れ。オッケー。取れへんわ。硬い。裏へのスルーパス。危ね、危ね、デイフト。デイフトじゃ、デイフトじゃない。うちはデイフト持ってない。デイフトじゃない。誰やったっけ？全然デイフトじゃない。名前なった。うちのチームの方の選手。ちょっとこれやばいな。ほら、ああ、まずい。よし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 。ダメなやった、あいつ。デリフトじゃなくて、ブリントや。なんかちょっと似てるよな、名前。同じ3文字だということで。それだけか。なんかパイエってね、あれらしいですね。スタミナが全然ないらしいですね。70? なんぼな？さあ、カウンターを仕掛けます。抜けてくる。オッケー、よっしゃい、ちょっと勝った勝った、それ勝ってる、よいしょ、あ、ちょっと囲まれすぎ。何人来とんねん、俺一人に。ベルナルドシウバ、それってないな、それ取れへんか、なんとかなれへんか、ちょっと取ろうか、頑張ろう、よしよしよし、ナイスナイス。さあ、ファビーニョ一回行こう。そうね、はい、モドリッチ、ナイス。ファビーニョ、ファビーニョからムバッペ、うん、ダメだ、いけてない、いけてない、いけてない、やめろ、やめろ、やめろ、よし、オッケーオッケーオッケー、取れる、おいしょ、ナイス、さあ、ナイスナイス、モドリッチ、ファビーニョ、邪魔やな、ペイペイ、ちょっと、モドリッチ、スペースを狙う、自分で行く、まあ、ナイス、あ、マジで外してる、もうちょっと、いやー、ポスト、ポストに嫌われる、やめて、そのパス。それでも取り必死に取ってほしいな、今のマジで。ちょっとやばいんじゃない、やばいんじゃないか。 OK です。さあ、ペイペイはこういう落ち着きもね、あるから、はい、 OK です。モドリッチ、ウバッペ、 OKOKOK、 ナイス、もう一つ前に行きたい、ペイペイパス、ナイス、ペイペイ、ペイペイ、ペイペイ、あ、うわ、ちょっと今のは良くない感じだ、うわ、待て、ちょっと取れへん、いやー、チャンス自体結構あるような気がしますね。でも結構いい感じよ。ナイス、ペイペイ、もう。オッケーオッケー。よし。ナイス。あかん。もう一つファミーニョは良くないかもしれんな、実は。ほい。これはどうだ？あかん。ちょっと、そこでパスを出して満足するのではなく、走ってほしかったね。痛い。痛い。せやん。メッシー、結構暴力的やぞ、今のは。オッケー、いや。危ない。吉脇金美希。はい。サイド、サイド。オッケー、ナイス。モドリッチ。あかん。攻めの姿勢。やばい、取る。攻めの姿勢。モドリッチ。よし、ナイス。これプリントも一発のミスでね、メンバーから外されるぐらいやからな。言うとくけど。ファビーニョから長いボール縦へ。メッシからムバッペ、フリーで受ける、よっしゃ、ナイス、うわ、マジでまたポスト、うわ、ポスト大好き、いや、はい、前半終了1対0ということで、1点ビハインドで後半に向かいます。はい、それでは後半戦向かいましょう。ちょっとね、しっかり勝ってほしいよな、今のは。これが全然奪えそうやねんけど、すごい、よし、うわ、マジで、うわ、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか。ほい、うーっと、ちょっと無理、交通渋滞中、ダメだ、取れた、あー、取れたけど後が続かない、取れる、よし、ナイス、ブリントいいじゃん、あ、ブリント前のパスはなんだ今のは、許さんぞ、ちょっと民家ってことにしたけど、あ、待って待って待って、レンバが、あー、やばい、じゃーん、助かり、ふぅ、ヒルか、これヒルやな、光差し込んできたよ、ヒルやけど全然見やすい人じゃんよ、アリアンツあるの合ってるか、あんまアリアンツアメン合ってる、オッケー、ナイス、ブルートいいやん、もししかも結構調子ええねんな、いいかもしれん、こうやってサイドの方で使うんやったら、まあね、あの高さもそこまで気にならないですからね、ここもしっかりディフェンスしました、マジでやばい、それベルナルドシウバ、よし、モドリッチ、あかん、ちょっと走ってなかった。ファビーニョ。感じ取ってない、ファビーニョは。やば、やばい、やばい、やばい。普通に、やばすぎる。あかん。すごいやられた。いっぱいです。パサブ入れたいぐらいだよな。あ
あざーレバンドフスキーもうここしかないというコースをきっちり決めてきます。どうなってる、何が、口のいいパスでしたね。あざー変えよう、分かっていてもオサイド、オサイド、オサイド、おー来た来た来た、やめて、怖っ。得点を重ね2対0という展開。え、マジで、うわぁ、なんとかなった、なんとかなった、うわ、なんとかなってないわ、そこだけは。ちょっと待って、うわぁ、うわぁ、ダメか、ブリント、シンドリ止めれるのよ、ブリント。よし、メッシ、先ほどから厳しい寄せになっています。そうですね、相手はチーム全体でブロックを組んだマークの仕方をしてますね。かちょっと無理や、強すぎるファンダイクは。おかしい、もうファンダイクがメッシに振り負けたとかそういう話もあんない。ああ、危ない危ない危ない、結構打ってくるな、しっかり。モドリッチ、オッケー、ナイス。さあメッシ、選手を変えたんやけど、いつもそういう時に限ってボールが出ないというのは。バビーニョ、ボールの奪い合い激しいものがあります。さあ、こう、あ、取られた、取れへん、うわ、今にゃがサボってる。よし、このボールに触ります。オッケー、いいよ、ええ感じや。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、縦へのボール、取った、よし、ナイス。ディマリア、オッケー、いいよ、収まった。フリーだ、さあムバッペ、裏のスペースを、うん、ダメか、ダメか、せめてボール出してほしい。中央突破だけでなくて、いったろか、ちょっと削ったろか、マジで。いいと思うんですけどね、ちょっと削ったろかやないんけど、削ることが目的ではないんだけど、ボールを出してほしい、ほんまに。OK、やった。さあどうする、うわぁ、もう打ったらよかったな、ジュースのこと。クリスティアーノ・ロナウド、ボールのこのパス、トップで押さえながらね、シュートまで行けた時でしたけどね。OK、やったった。大事すぎや。そういうところでカードもらえたわけじゃないね。ちょっと。OK、来た来た。ほら、なあ、ダメか。ちょっと、硬い。さすがにでもペイはもう無理やな。ちょっとペイペイ終了や。ペイペイ終了のお知らせです。イエロー出てる。イエロー出てます。それは出ますわ、ね。レッドじゃなくてよかったぐらい。オッケー、早速じゃあ選手変えましょうか。ペイリン変えてコレアかを、でヨビッチをここ、あとはどうや、やっぱりモドリッチが最後まで持たないというね。これまで、これしかも変えようがない。さあもう残り時間少ないですけどね、ここしっかりちょっと点取りたいところやけど、ああダメだ、よくない、んまずいね。メッシ、ベルナルド・シューバーからレバンドフスキ、ナイス、ナイス、ナイス、危ない危ない、オッケー、いやー寒い、マジで寒い。新潟4本目のコーナーキックです。蹴ってこない、オッケーオッケー、ナイス、普通に、さあ行くぞ。これや。ちょやめてお前。考えてんこのこれ。激しいボールの奪い合いです。オッケー、いいよ。さあ来た。ナイス。サイドへ。一旦こうな。ナイス。デブライン。さあ一気にカウンター。ボール向かってきますよ。いい感じよ。来たか。おお金これや。ダメか。どうなってる。どうなってる。ダメか。いやちょっと今のはね本当に良くなかった。よし、ナイス、こう、はい、OK、うわ、うわ、これはチャンスだ、さあナイス、よし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 、1点返したぞ。よし、いやだいぶでもあれやな、いけよ、いけよ、誰か取りに行け、取りに行け、ホーキンコレアいいぞマジで。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。おそらく相手も警戒していたんですけどね、ここぞとシュート、うわー、3度目のポスト。おいマジかよ、反応してシュートまで持っていきました。3度目のポスト、完全に空間を支配しましたね。デブライネから大きく縦裏へのスリーパス、オッケー、あー
よくないパスだった。しかし、よっしゃ、ナイス。あ、ナイス。もう時間がありません。よっしゃ。コレア、素早いパスで攻め上がっていきます。オッケー、ナイス。オッケー、よっしゃ、追いついた。見たか、この野郎。オッケー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 、2点差をここで追いつくというね。いや、これはだから、でもこれはマジでいいかもしれない。はい、ということで試合終了。ちょっとペイペイね、あんまり活躍できなかったけど、まあ、結構これやがわりかし良かったのかもしれない。試合をご覧になってのコメントをお願いします。両チームともね、このこれやってどうなの。ちなみに多分ですけれども、一応ね調べたんですよ。アトレティコの、ね、アンヘルコレアか、アトレティコにもなんかコレアみたいにいるんですよね。僕なんかちょっと一時ごっちゃになっとって、あれコレアってここ、どこだったかな、これどこだったっけ、ありがとうございました。ラツィオに、そうそう、ラツィオの何コレアやったかな、これ。こっちがまあなんか兄弟でも何でもないんですよね、確か。うん、僕なんか一瞬、あれなんかコレア、アトレティコのコレアってここに移籍したのかな思っとったら、うん、普通に別のコレアやってびっくりしたみたいな。あの、アトレティコにはまだコレアちゃんといますよね、確か。アトレティコのはアンヘルコレア。これが、何コレアやったかな、忘れてもうたな。まあ、そのうち出てくるんだけど。ペイペイあんまり良くなかったな、何やろな。っていうか、ポストに3つ当てたわな。いや、でも結構うちの方が押してたんちゃうかっていう感じするけどな。なんかね、まあまあ、でも、まあ、まだね、ペイペイが悪いわけじゃない。ちょっと、まだ、まあ、なんていうの、使っててね、可能性自体は感じたなって感じしますからね。だからそこまで悪いという感じしなかった。ただ、このコレアはすごい、なんか、ゴール前とかに顔出してくれて、いい感じやな、思いましたもん。これもメッシじゃなくて、ほんまコリアで一発出そうかな思ったぐらいやけど、メッシのね、やっぱりここはガが出ましたよ。俺がね、試合を決めるというね。ほら、あれ結構あそこで絡んでんのもコリアもんな。いやー、まあでもこれはちょっとね、コースがなかった、さすがに。ちょっと入らへんかなと思いましたもんね。ほら、来たコリア、これ。ホアキンコリアな。そうそう。結局、アシストついたし、よかった。で、FP ヨビッチも、まあ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 、調子が良ければ、ちゃんとね、活躍してくれますからね。ただ、そんなにやっぱりライブアップデートの恩恵が受けれてないからっていうのもありますからね。OK。ということで、まあ、スパサーブがね、いてくれてよかったなっていう試合でしたね。それまで、まあ、チャンスだったけどな。ちょっとホアキンコレアレベル上げちゃおうかな。ね。あと次回のためにね、裏切り使うのもいいかもしれません。ということで、レート変動なしです。まあね、この調子でね、まあちょっとやっていこうかなと思ってます。ということで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。